を中心は絶好枠での登場、長島真希ということになっています。デビュー初の優勝はここ尼崎でした。そしてデビュー初の優勝もここ尼崎の水面、そんなメモリアルなプールに今日また一つ新たな功績を刻もうとしています。この1号艇長島、目指すは通算1000勝、大きな節目へイン速攻に燃えます。1号艇長島、スタートまでは残り10秒、体形内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。好スタートを決めたのはセンターから3号艇の松尾、さらには4号艇の鈴木ですが、陰線1号艇の長島先手を取る体勢、2コース2号艇笠野を刺して3号艇間を狙ってくる松尾、バックへ入っていきますがギリギリこらえたか、1号艇の長島単独先頭。どうやらデビュー通算1000勝節目のゴールが見えてまいりましたのが1号艇の長島真希であります。千里の道も一歩から胸に刻みます。その言葉通り今できることに全力で挑み続けた、その結果が千里ならぬ千勝の栄光けれども、トライは道半ばです。やりたいことがまだまだあります。見せたいものが無限にあります。だからこそ支えてくれるファンと一緒に今日から新たにゼロからのスタート、夢を形に、まずは通算1000勝のゴール、先頭1番の長島五輪。新入の時から展示のなんかタオル持ったり応援してくれるのが分かったんで泣きそうでした、はい、あとちょっとやっぱり緊張感もありましたか。いやもうずっとなんか変なのがありましたね、はい、ファンの方もそうですけど仲間の皆さんもすごく喜んでくださって、はいはいはい、本当に幸せでした、はい、ここ節目の一戦勝となりまして、はい、まあ、もちろん、ね、通過点だと思うんですが、はい、長島選手の今後の目標としてはどうでしょうか。いやもう本当に楽しく今を過ごすことだけですね、はいはい、また変わらずこれからもというところですね。はい、もう一生懸命楽しみたいと思います、はい、ということでね、やっぱり支部の皆さんも喜んでくださってますので、はい、ちょっと一緒に応援、あ、そこ引っ張ってください、そこそうです、はい、せーの、おめでとうございます。気になるの、気になるの、笑ってる笑ってる笑ってる
気持ち悪い。